ん？どうかなさいましたか？こっちの斜面から正体が登ってくるの。ほう。これほど離れた場所からよくわかりますね。俺が砲撃士として耐性できたのもこの目のおかげさ。俺には他の奴らには見えないものまで見える。先に敵を見つける能力ですか。なるほど。だからこそ俺は氷河に任されることになった。あいつらはランダル第三部隊カゲロウだな。なるほど。では彼らがジェーダンの奥の手。ま、そういうことになるな。本体で俺たちの注意を引き、遊撃部隊でこの砦を落とそうってわけだ。どうするおつもりですか？決まってんだろう。バッカバッカにしてやるさ。俺は下手な小細工なしで真正面からジェダンをぶっ潰してやりたいんだよ。それでこそ氷河の俺様の強さを証明できるんだからな。お任せしますよ。派手にぶちかましてやるか。前方に総兵5名、行くぞ。まだいるか。一旦引け。しかし急げ。こやつはルシア、カゲロウの部隊長だぞ。させぬ。ルシア様、お怪我は？いや、大したことはない。ですがこの戦い方あまりに無謀すぎます。笑っておいでですか？笑わずに折れようか。これからは銃の時代だと言いながらも、僧兵たちの猛攻をしのぐ手段がない。戦うたびに我が身を犠牲とし盾となってくれた煉獄のありがたさが身にしみる。だが弱音など吐けぬ。この任務何としても遂行する。
ましょう。大丈夫か？大丈夫です。幸い傷は浅いようです。この砲撃、まさか砦から？隠密行動を取る我らカゲロウをこの距離から認識しただと？だが我らに狙いを定めるならそれもよし。ジェーダン様率いる本隊がサーダリンへと接近する好機となろう。さあ行くぞ。ランダルの恐ろしさを教会の犬どもに叩き込むのだ。気づいたか。敵の砲撃手の狙いが変わりました。つまり攻撃対象がルシアたちに。ああ、ルシアのカゲロウは隠密行動の得手として。にもかかわらずこの短時間で見つけ出されるとはな。アボット、なかなかやるじゃねえか。いかがいたしましょう。このままではカゲロウが集中砲火を浴びることに。ジェーダン様。ジェーダン様、では進軍を再開。ああ、アボットもそれを望んでるんだろ。乗ってやろうじゃねえか。だが、今までのようにちんたら進むんじゃないぜ。この砲台で僧兵どもをぶっ飛ばし、力ずくで突破口をこじ開ける。お前たち煉獄は敵の砲撃の狙いが定められないような速さで砦まで進め。ただしその動きが遅ければ今度はアボットの標的になるぜ。承知いたしました。どうやらランダル側にも砲台が到着したようですね。これまでは僧兵たちの数でランダル軍の猛攻をしのいでいましたが、それもできなくなりますね。どうすんだいサーダリー様よ。ランダルの本体の進撃を食い止めるにはこの砲台を使うしかない。だがそうなるとカゲロウを放っておくってことになるぜ。はあ、メルニア、ラメル、お帰りなさい。勘違いするな、我は。分かっていますよ。あなた方の狙いは何度も聞いていますからね。ジェーダンの首を取るためでしょ。そうだ。では引き続きその目的のため教会を利用してください。とはいえ、それはランダルの軍勢をもっと弱体化させてから。
暴れたいってんなら、カゲロウの相手をしてやってくれんかな。カゲロウ、ジェーダンの右腕、カゲロウのルシアか。ほう、ご存知でしたか。そのカゲロウは西の斜面からこの砦へと迫っています。よかろう、暇つぶしにジェーダンの片翼を引きちぎってこよう。レルニア様、お供いたします。いや、よい、お前はここで待機せよ。しかし、聞こえなかったのか。いえ。お前はここでジェーダンの動きを注視せよ。そして奴が最前線へと出てきたならば、急ぎ我に知らせよ。よいな。承知いたしました。砦攻略までの最大の難所というところか。ああ、口惜しいがその通りだな。切り立った崖の下ゆえ、敵の砲台の死角となっているのは不幸中の幸いか。しかしそうなれば、攻撃の対象がルシアに変わるだけのこと。可能な限り早く砦へ到達せねばならん。緩やかな足場を探し、側面へ回り込むべきか。だが、こうなることを予見し、砦を築いたのだとしたら。つまり、そちらにもすでに僧兵どもを配備してあるかもしれないわけか。抜け目ないサーダリーのことだ。考えられぬことではないな。とはいえ、時間をかけるほどに我らが不利になっていく。それは分かってる。だが、くそ、敵陣まであと一歩と迫りながら進むべき道が見つからぬ。一体どうすれば。おいおい、何しけた面してやがる。ジェーダン様、道がないだと。当たり前だろ。俺たちの歩いた後に道ができるんだよ。ジェーダン様、まさか。
ン様はやはり道ができたな。ああ、行くぞ。砦を築いたのですが、まさか砲撃で破壊するとは。さすがはジェーダン、予想外です。何感心してやがんだよ。このままじゃ奴らどんどん登ってくるぞ。いや、それだけではない。このまま砲撃でどんどん崖をえぐっていったら、俺の砲台まで下に落ちてしまう。待てよ。どこ行くつもりだ。撤退しようと思います。あ、撤退だと。正気かよ。え、分かってるのか。撤退したらこの砦だって奪われるぞ。もちろん分かっています。ですが、それは仕方のないこと。砦は捨てるが、まだ戦は諦めちゃいない。そういうことか。もちろんです。あなたに見えているんでしょう。ま、あ、そうだ。メルニアはどうするんだ。ラネルとかいうやつもブラッドどこかへ消えちまったし。わざわざ伝えずとも、そのうちに悟るでしょう。そこまで頭が回らないなら切り捨てるだけ。いいね、その冷酷さ。では参りましょうか。急がないとその砲台を手放すことになりますよ。おい、誰かいないか。この砲台を運ぶの手伝ってくれ。砦の前から砲台が消えたようだな。さあ、あたいろが悪いと見て撤退しやがったか。だがこれでルシアの陽炎への砲撃はなくなったわけだな。見ての通り、シャーダリーが撤退を開始した。だが奴をこのまま放っておくつもりはない。ランダルの総力を結集し、サーダリーを追い詰める。絶対に逃がさねえ。ここで勝負をつけてやる。いいな。おう、とはいえ相手は関係を巡らせることに長けたサーダリーだ。油断は禁物だぜ。俺はこのままサーダリーを追う。お前らは臨戦態勢を保ちつつ、砲台と共に微速前進。敵が妙な動きを見せたら
即時砲撃で叩き潰せ。頼んだぜ。攻撃が止んだようだな。はい。我らのことは諦めたのでしょうか。砲台が消えた。消えたのですか。まさか撤退。ありえない話ではない。とはいえ我らの任務、砦のダッシュは継続中だ。行くぞ。だが、油断するな。ルシア様。大丈夫か。命に別状はありません。左肩を撃ち抜かれただけです。自分も同じです。左肩だと。ルシア様、危険です。三人とも左肩。やはり貴様か、メルニア。ジェーダンと交戦するまでの暇つぶしだ。多少は手応えがあると良いのだがな。サーダリーの姿はやはりどこにもないか。ああ、砲撃手ともども砲台も忽然と消え失せているな。早期に戦況を見切り砦を捨てる決断をした。ジェーダン様が崖を破壊し突破口を開いたのは予想外だったんだろうな。だが決断が早すぎると。うん。この撤退さえもサーダリーの策。そんなことはあり得るのだろうか。わからんな。ルシアらの姿が見えぬな。まさか砲撃で。いや、あれでカゲロウが壊滅したとは思えぬ。気になるならば俺が様子を見てくるわ。いや、ここはルシアを信じるべきだな。そうだな。俺たちの目的はあくまでもサーダリーの首、
この砦ももはや無用だ。ならば急ぐこととしよう。砦から随分と離れたが、ここでジェーダンを迎え撃つつもりか？他に身を隠せる場所を探した方がいいんじゃないか？あまりに離れてしまうと見えなくなってしまいますからね。見えなくなる？何が？決まっているではありませんか。ジェーダンの最後ですよ。全てはこの瞬間のため、ジェーダンを亡き者にするべく準備を進めてきたのですからね。返答次第だと。何が聞きたい？ギルガメッシュ、貴様は何を企てている？企てると？俺と兄貴、いずれかの死を望んだのだろう。なぜだ？答えぬのか？答えられぬのか？そなたは真実を知るに足る力を持っているか？何だと？真実を知れば命を落とすかもしれん。脅しても無駄だ。俺は死など恐れる。答えろ。この答えはすでに意味を持たぬ。意味を持たぬだと？どういう意味だ？光の眉が目覚めてしまったからな。光の眉、クリスタルのことか？待て。宣告も言ったはずだ。真実を知るに足る力を持っているか。なるほど、こいつが俺の腕を試す相手か。どうやらそのようだ。気が進まないよ。翼ある者に仕えし者か。面白い。使える？よしてくれよ。あいつはただの飲み友達さ。